のモクズガ特徴はやっぱりあのこれハサミのところの毛ですね。オスもメスもあるんですけども、この手の甲側の部分ですねにあのしっかりと毛が生えています。卵を持っているこあの子が映像が映ってますけれども、あの藤沼干潟で、えー、こう卵を産みます。で生まれた子は実はあの川を伝って、えー、上流へですね。湘南川だと、えー、どん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 と トッキの方まで上がっていって、えー、そこで大人になりますで大人になるとまた川を下って海まで来ますで藤前干潟で一冬越した後あの春になると卵を産んでるっていうそういう、ね、生活サイクルを持っているカじなのでこの辺だとね川ガニとか図ガニとかっ、ね、て呼んだりもするます。 ですので、すのこれあの日本全国で見られるのでそれぞれねあの地方によって呼び方がいろいろ変わりますのでそれをね調べてみるのも面白いかなと思います。